はい、ウクキャットでございます。おはようございます。今日はニューヨークは、金曜日、第3週目、エグゼビション絵画展の第3週目の半ばでございます。二人展を志向さんとやっております。お近くの方はお越しくださいということで、朝から雪が降っておりますニューヨーク。零下5度とかね、もう寒いでございます。とっても今週はマイナス気温が毎日続いております。来週の月曜日までということで、寒いので、寒いと嫌になっちゃうので、今日は夏の絵、夏の緑のね、青々とした緑、そして、空、青い空という、そういう絵で、僕がいつも行く、ね、鳥がね、いつも遊んでるそこのセントラルパークの池、そこに映り込む、中にあるなんていうかな、林というかね、それを描いております。で、奥の方にはね、コロンバスサークルあたりの建物がリフレクションが映っております。はい、ということでね、今日はだから青とか緑が中心です。ちょっとね、あまりにもね、それで青緑だけ寂しいのでね、いっぱいいろんな種類の木があるから、そこら辺はね、多少、若草色であったり深い緑であったり、ちょっと赤っぽい葉っぱの、ね、木とかありますので、そこら辺細かくね、描写しております。まずはじめは空から始まり、空を描きましたね。だーっと水を今回一回張っております。最近この描き方あんまりしてなかったけど、いっぱい水を先に張っといた後に、水たっぷりでね、グラデーション綺麗にいくようにして、で空のちょっとシュッシュって横に流れてる雲がねあるので、それがアクセントになるので、それも描きつつ、それは描きつつ、そしてキッチンペーパーとかティッシュペーパーがあったらね、それで拭き取るという感じです。でちょポンポンポンって叩くと、柔らかい感じの雲になるので、鋭角的な雲でね、ポンポン、今ポンポンポンやってます。ポンポンポンってやって、そういう空を今作ってるところでございます。まあ、この下地の段階がね、やっぱね、とても大事です。で、柔らかい雰囲気をやっぱ作りたいので、そのどん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 描いていくっていうのもあるんですけど、こう透明感とかね、下地描いた絵の具をまた生かすためとかね、下地を生かすとか、あ、それから紙の白さを生かすためにね、時々、抜く作業ね、描いたものをまたね、水で、筆でね落としたりとかですね、そういう作業をしてたりしますよ。結構最後の方までやってます、そういう作業。今コロンバスサークルの方 あのツインタワーの片っぽが今描いてますけどね、それがリフレクションされてるところ、ね、反射してるところ。今日はあのど真ん中に、だからね、ドーンとほぼど真ん中に置いて反射して、もうシンメトリーにほぼね近いというか、そういう状態でね、あの描きました。こういうのをたまにね、いつもあのこういう構図っていうのはね、普段なかなか描かないんですけど、まあ逆にこういう風にすることも逆に大胆な構図になるのではないかと思っております。まあ一般的に言うと、あんまりシンメトリーはね、つまんなくなっちゃうような感じもあるんですけど、ずっと自分があのこの狙いすぎてる構図ばっかやってると、こういうのが面白くなりますね。まあ、でもいつもお話ししてますけど、やっぱ構図っていうのがもう決まると大体決まる感じがします。 70% ぐらいはもうそれで決まっちゃうって感じがするので、自分のね得意とする構図とか好きな構図とかね、いろんな構図の引き出しというかね、そういうのをいっぱい持っているといいのではないかなと思います。だいたい一層塗った後に、今度は、影の部分、木のね林というか、そこの、ところの影になるところをまずぐーっとね入れております。ちょっと青系の影というかね、木の中の緑の影ですよね。それから水面との境目、ここら辺いろんなね、ここら辺の黒っぽい色もいろんな、いろんな混色してますよね。配分が違いますね。あの、茶色っぽいね、あの青と
茶色を混ぜたり青と赤を混ぜたり茶色を混ぜたり緑を混ぜたりいろいろします。それからまあ黒そのものね、ブラック、あ、アイボリーブラックとかも使ってますよ。混ぜ混色してね、そのままは置いてないですけど。あとこれ今やってるところの筆の使い方が面白いと思います。あの僕はあの乙女水彩描くときにアジアンブラシというか、こう中国とか日本とかの習字とかで使うような感じのね、とか日本画とか描く、こういう僕筆を好きで使ってるんですけど、こういうのとあと普通のコリンスキーとかのね、ああいうのもいろんな混ぜで使ってます。これ結構好きで、これはねいろんな表現ができるんですよね。先をねバラバラにしてね、こうしゃばけてねツン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 やったりするとね、木のね枝の表情みたい、遠くから見てるそういう、形に見えてきたりします。あと針葉樹とかもこういうので描いたり、あのファンなんだ、なんちゅうんだっけかね、ファンブラシとかね、ああいう扇形のブラシで、あのよく針葉樹を描いてる昔の、ね、画家さんいましたよね、有名な方ね、あんなような使い方もできますけども、こういう筆、こういう和筆というか、お習字の筆みたいような、こういうものもいろんな表現ができますね。あのさすが、あの一本の筆でね、いろんな表現をした日本人は、やっぱいろんな、あれですね、可能性が分かってるのでしょうかね。面白いです。なので、こう、大きく書く、ってばーって書くときは使ったり、ひょいひょいひょいって細い線書いたり、ツンツンツンってやったりね、いろんな書き方ができます。結構便利ですよ。僕はこの筆大好きです。今日はこのウェットオンウェットということでしょうかね。いろんな、緑でもいろんな緑をこう作り上げてって、こうあの、偶然的にこうなんていうのかな、こう混ざったりするところもあったり、混ざらないように乾かしてから綺麗にねその上に乗せたりとか、レイヤーにして描いたりとか、だからまたそれを壊して水で取っちゃったりとかいろいろします。で、あとこういうこんもりこんもりこういろいろ山というか林がね、これずっとこうセントラルパークの中に池の横にこうあるね、これとこなんですけど、ここのこんもりしてるとこね、これ実はね、散歩できるんですよ。ここね、ずっともうちょっとスケート場の方にね、これ歩いていってね、そこの中をね探検できるんですよ、夏になると。なかなか楽しいところでね、ちょっと自然を味わいたいななんていう時はね、僕はこのね絵の中のね山と小山というか、ここにね入ってってね、行きますよ。これ秋ね、あの夏の時の風景ですけども、今の時期はもうこれ全部葉っぱが全部落ちて枝ばっかになってるんですけど、ここでね池がね凍っちゃいますよ。凍って、その凍ってる上にまた雪なんか積もっちゃって、もう真っ白けになりますからね。今週なんかは、凍ってます。そして雪も積もっちゃうと、ここのねこんもりしてるところが全部こう雪、もう枝と幹と白い、もう冬の絵って僕何回かね、見たことあると思う。僕冬の絵好きなんですけど、冬の絵もね全然また雰囲気が変わります。同じ場所で描いても全然変わります。ここの場所のこの、冬の景色は このアングルの、これはまだ描いたことないから、近日ね、もう雪はもしこの後 どうかな、どのぐらい降るかな、うんと降ってほしいな、逆にね。それで冬景色を描いてみるのもいいかもしれないですね。でも寒いのはあんまり好きじゃないんですよ。早く暖かくなってハワイに行きたいなっていうか、ハワイのようなとこがいいなとか思うんだけどね、とか言ってニューヨークが好きなんでしょうね。ニューヨーク四季があるんですよ、春夏秋冬、日本みたいに。それをねやっぱり暖かいとだけだとぼっとしちゃうし、こうピリッと寒いニューヨークも好きなんでしょうね、僕はね。
四季があるっていいらしいですよ。やっぱね、体と心が鍛えられますからね。こういつもなんかほんわかのとこったらやっぱほんわかしていいと思うんですけど、ピースフルでなかなか今度と寒いとこばっかり行っちゃうとね、ずっとなんかピリピリしてそうですよね。ピリピリっていうかこうね、なんか程よく季節ごとにね、いろんな味わって、寒い冬に、ね、鍛えられて、この夏は暑い時鍛えられてみたいな、ね、ちょうどいいって感じの秋とか冬、最近は秋冬になると今度は花粉症とかね、みんなそれぞれいろいろあると思いますけどね。ね、それぞれのまたその、楽しいこと、辛いこと、いろいろあると思いますね。嬉しいことね。まあ、いろんな花粉で鍛えてる人もいるかもしれないね。そう言ってみたらね。うん、ね。今書いてるところ、これね、またね、何回もいろいろなとこ書いてって、また、白を入れたり、また細かいところの木のね、奥に見える木の枝とか、幹を書いてみたりとかね、で、白いとこを残したり、ちょっと全部埋まっちゃったら、ちょっと少しまた入れたり、あっちの空のね、と木の間には、空の透けて見えるところを足して細かく表現しています。真ん中はね、あれ最後の方はね、細かい作業をするんです。そうするとなんかやっぱり臨場感というか、リアリティが増しますね。で、全部に書いちゃうとなんかいやむちゃ写実みたいにっていう感じじゃなくて、やっぱこの、僕のらしい絵でこうしたいなっていうのがあるのと、書くところと書かないところ、よくね、粗密っていう言葉を使っていらっしゃいますが、粗密とか緩急とかね、はい、分かりやすいことだと思います。そういう感じでやっていくとね、なかなか面白い絵になるんじゃないかなと思います。ということでね、そこら辺を意識しながら、書いております。ね、でもみんな同じランドスケープとか書いても皆さん同じようにならないのが絵っていうのは面白いですね。同じ素材があってもとか、同じ人を書いてもね、面白いと思いますよ。なんかやっぱ絵の楽しさってそこにあるんじゃないかなと思いますね。まあ、写真、全部写真のように写してで全部なっちゃったら、いや本当つまんないなって気がします。写実的っていうのは素晴らしいことだと思います。テクニック的にはそういうのをね、鍛えていく、また僕もそういう意識をしながら描くときはあるんだけど、やっぱ最終的に絵としてつまらなくなっちゃったらね、本末転倒というか、なのでやっぱいつまでも楽しい絵を描いていける、そしてなんかワオワオとかワクワクしたいとかね、面白いなとか、そういう絵をね、常に描いていきたいと思います。今年もね、いろんな絵を描いていきますよ。ということで、こんな感じでしょうか。サインして今日も1時間弱ぐらいかな。途中でね、電話してそこかかってきたんで止めたりしたけど、多分1時間以内に終わってるかなと思います。ということでね、マスキングテープを取って額縁効果をにしまして、明日は何書こうかな。明日コンサートじゃね、夜、みすず渡辺さん誕生日でしたね。なので明日誕生日コンサートやりますよ。近所の方、そしてこのたくさんエグゼビションの絵も見ながら、今月は特別な月でございますということでね、お楽しみくださいという感じでね、こういう感じにできました。この電話セルフォンで撮ってるから、実際のよりまた少し柔らかい感じかな。これって映るんですけど、まあ、iPhone で撮ると今度はパキッてしますね。はい、ということで、ルクキャットでした。またねー。 Enjoy beautiful winter。